アイオン Q、コンタムバーゼルと欧州データセンターを設立。2023年の業績予想を情報修正。フォルテシステムを公開。アイオン Q は、技術開発の進展、そして幅広い顧客層に対し、アクセスの拡大を示す、3つの発表を行いました。最初の発表は、スイスのバーゼル近郊にあるインダストリー4.0の国際的なコンピテンスセンター。 コンタムバーゼルと共同で欧州の量子データセンターを設立するというものです。この合意には ION9 がコンタムバーゼルのアップタウンバーゼルにエメア、欧州、中東、アフリカ量子イノベーションセンターを設立し、ION9 プロセッサー2台を設置することが含まれています。最初のプロセッサーは2024年中に設置される予定です。 性能レベルはシャープ a q 3 5もう一つのプロセッサーは、性能レベルがシャープ a q 6 4で、将来的に最初のマシンを置き換えるために設置されます。IonQ は、マシンが設置され、稼働後、この共同データセンターから、欧州の顧客にサービスを提供していきます。 アイオン級はこのプロジェクトに対し、2023年に2500万スイスフラン、約40億円を計上します。収益の計上は、プロジェクトの進捗に応じて行われていきます。 この形状により、2023年の売上高み投資を、従来の3800万から4200万ドル、約60億円から4500万から5500万ドル、80億円に引き上げ、2022年に達成した2450万ドル、約35億円の約2倍となります。同社の2023年の売上予想は、 先月の2023年第1四半期決算報告で発表した1880万ドルから1920万ドルという前回予想から変更はありません。三つ目の発表はコードネームフォルテと呼ばれる最新マシンがアイオン級のクラウドから直接アクセスできるようになり世界中の顧客が利用できるようになったというものです。 フォルテは32個の量子ビットを持ち、性能指標は、シャープ AQ29 です。これは、性能指標、シャープ AQ25 の、全世代マシン、アリアよりも高い性能レベルです。 フォルテはビームステアリングに音響光学変更器を使用することで性能の向上を実現しており、レーザービームをより精密に制御すると同時にソフトウェアで構成を行える柔軟性も備えています。全世代マシンのアリアは AWS ブラケット、Microsoft Azure、Google Cloud を含む IonQ のクラウドパートナーからも利用できますが、 フォルテはまだこれらのクラウドシステムでは利用できません。現在は Ion 級のクラウドシステム上でフォルテを使用したいユーザーはサイトにアクセスする必要があります。このコラボレーションに関する追加情報はコンタムビジネスマガジンをご参照ください。